こんにちは、草加です。真の行大師のように天目台の上に私服を着せた天目茶碗が載せられています。この時の紐の扱い方、ここで二つに紐を折りまして、台なので左右と持ちます。手前向こうと、ここも左右と台を持ちます。左右、茶碗ですから右と左と持ちまして、小指に紐を引っ掛けます。左右と口を広げて、茶碗を台の上に置き、二つに折って、そして台紙の天板の上に置きます。次は楕円の芯のように、楕円盆の上に天目茶碗が載せられている場合、紐をほどく場合は、手前に引き、ここは鉢掛けになっています。二つに折り、お茶碗なので右左と手を持ちます。これ真ん中からこのように2つに割っていきます。右左、右左と手のひらに乗せまして、あとは左右と口を広げて、私服を添えておきます。一回ここで絞りまして、そして台の上に載せます。あららら、ら紐が引っかかっちゃいました。よくこれやる人いるんですよ。これね、向こうに持っていく時の角度が違うとここに引っかかっちゃうんですね。そうなると格好悪いんで気をつけてください。この時に紐をぐいっとこう持ってくる人いるんですよ。いかにも紐を持ちました。やはり何気なくということが大切なので、このように分からないように持って、そして私服の口を開けてください。で、開ける時真ん中から割るようにします。割るようにします。こうではなくて、こうではなくて、真ん中から割るようにします。そしてこの時出す人がいるんですけど、見えないようにしてスッとこうします。この時も紐が見えないようにして右左、そして小指に引っ掛けてください。お茶碗は
この至福と平行です。こうではなくて平行にします。そしてこの時も見えないように右手に持ち替えます。少しここ出した方が良くて、一回こう伸ばします。そして絞ります。パラリと落とします。1回、2回で、ここを押さえると紐が絞られますので、そしてしっかりと中に入れてください。この時長さが同じになってます。そして台の上に置きます。リュカの紐でここまではいいんですけども、ここから何回かこれやる人いるんですけど、これはちょっとかっこ悪いんで、やっぱり2回ぐらいで綺麗に収めてください。そうすると美しいお手前が、紐扱いができます。最後に休み紐です。そして形を整えます。このような感じで休み紐で置いておきます。